Then you should be more careful in choosing your friends, my dear. You'll be taken as the same kind. You don't even know him! His heart is as pure as gold! I'm honored to be taken as his same kind. Even Candy is surprised at her own words. Even Candy is surprised at her own words. Even Candy is surprised at her own words. キャンディー自身も自分の言葉に驚いている。キャンディーでさえ彼女自身の言葉に驚いたというような感じの意味で、even キャンディー。even というのはさえとかでもという意味で驚きや強調を表しています。キャンディーと続けていますから、キャンディーさえ、キャンディーでもという意味になりますね。is surprised.is は B 動詞 B 動詞を見たらあるいるの存在や前後をイコールで結んでいると考えます。surprised 続いてますね。 サプライズドは驚いているという意味の形容詞ですキャンディーが驚いているキャンディーでさえ驚いている at her own words at は地図上の点のイメージの前置詞でフィールドを示しますここでは何に驚いたのかを説明しています her own words 彼女自身の言葉という意味ですが her 彼女の所有格 Own というのは所有格の後ろにおいて彼女自身のという意味になります。Words は単語とか語という意味の名詞 Word に S がついて複数形になったものです。言葉という意味ですね。彼女自身の言葉を点として捉えてそれに驚いたというフレーズだと分かりました。Even candy is surprised at her own words It is well past midnight. It is well past midnight.It is well past midnight. もう真夜中を過ぎていますという意味です。It is この It はそれと訳さない方が自然な It 形式死語でも言います。天気とか時間とか特定の事柄状況を指します。is は B e 動詞ですね。It に対応する B e 動詞は is になります。well past は well past はかなり過ぎているという意味ですが well past かなり十分にという意味で程度を強調して past 過ぎているという意味です時間の経過を示します midnight midnight は私たちもカタカナで midnight って使いますが真夜中という意味で通常は午前0時を指すことが多いですなので真夜中深夜0時を過ぎているっていう感じの意味なんですね it is well past midnight The yellow truck enters the Spencer estate. 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 ザイエロー・ w t ック、c k がダ台なので動シゲスナツキマスネ、トコニハイルカウトズキマス、ね、ザ・スペンサー・エステ t ト、ザ・共通認識のあるナー、ドゥ、スペンサー、名前エ、ステイト、スペンサー・家の敷地お屋敷邸宅っていう感じですね。そこに入るとなります。The yellow truck enters the Spencer estate。チ h a t o can't believe it! He's back! チャロはそれを信じられないという意味です。チャロは can't、c a n not の短縮で can はできる可能性があるという意味。これを n o t で否定しているのでできないという意味になります。believe は信じるという意味の動詞。今回後ろに目的語を置いて believe it. believe、it. それを信じるそれというのはここではスペンサーの屋敷に帰ってこれたことですね帰ってこれたことが信じられないという意味になります he's back <S 彼が帰ってきた he's back <S his は he is の短縮 he 彼は彼が is be 同士あるいるの存在前後イコールで結ぶ back 戻ってという意味の副詞再びその場所にいることを示します チョートケンプリーヴィッツイズバック !He hops off the truck.And he hops off the truck.And he hops off the truck.And he hops off.He, off. 彼は彼が Hops はぴょんと飛ぶ跳ねる片足で飛ぶような感じのイメージの動詞 Hop S に S がついたもの主語が「ひ」だから動詞に「S がつきますねオフは分離離れるイメージの前置詞何から分離離れるかというと「TheTruck」とありますそのトラックさっきのトラックですよね共通認識のある黄色いトラックのことを指しています「and」そしてという接続詞で分を続ける役割を果たしています He hops off the truck. and ああ サー・ジョゼフチャロ Come over here It seems we need to talk チャロ Come over here It seems we need to talk チャロ Come over here It seems we need to talk チャロこちらに来なさいという意味ですチャロ名前ですね Come over here 動詞から始まっていますこれは命令文というものですね Come は来るというイメージの動詞 over はこう描くイメージ続く「here」「こちらへ」という意味を強調する副詞です「here」「ここにこちらにこちらへ」という意味で話している場所を指しますこちらに来てこちらに来なさいという意味だと分かりますね It seems we need to talk it seems we need to talk it seems we need to talk 私たちは話をする必要があるようですという意味です It It seems it seems これはセットで覚えます。主観的に何々のように見える思われるという意味で使いますこの「it は先ほどと同じで「それは」と訳さない方が自然な「it ですね「Seams」見える思われるという意味の動詞状況や感情の印象を表します「Seam」に「S」がついているのは主語が「it、形式的なものだとしても「it が主語の時には動詞に「S」がつくルールが適用されます We need to talk.We need to talk.We need to talk.We 私たちは私たちが need 必要必要であるという意味の動詞。to talk to talk 話すことをという意味で to 不定詞ですね。to を矢印と考えて talk 話すに向かっているって考えてもいいですし文法的に考えるときはその to が何に向かって何を補っているかを考えるようにします。need 必要とありますね。話すことが必要なので、名詞的用法だということが分かります。分かりにくいときには、いつでも質問してくださいね。チャロ、come over here. It seems we need to talk. チロ walks closer to him. チロ walks closer to him. チロ walks closer to him. チャロは彼に近づいて歩くという意味です。チャロは walks. 歩くという意味の動詞 walk に S がついたものです主語がチャロで現在形なので動詞に S がついていますね c l o s e ス近いという意味の形容詞に ER がついて比較級より近くという意味になります to him ー,ー,ーは矢印ですね到達点を含む矢印をイメージします him とあります彼を彼になので彼により近づいてくるイメージが伝わってきました あなたが私たちに何をしたのかあなたが気がついていることを願っていますという意味ですちょっとドキッとしますね I hope I 私は私が主語 Hope 願うという意味の動詞希望や期待を示して you are aware you あなたはあなたが are b e 動詞あるいるイコール aware 気づいている認識しているという意味の形容詞何かを理解していることを示します of what you have done to us この of 前置詞の of ですがここでは、mm hmm. aware of 何々に気づいていいててるる認識しているそのことを具体的につなげるための「of」だと考えます「what」はここでは物ことを示して「you have done」あなたがしたという意味なんですが「you あなたが have は持っている」という意味の動詞ですがここでは現在完了形の目印になっています「done」が「何々をする」という意味の動詞「do」の過去分詞形活用は「do did done」「do did done」なので「have と」と「set」 ハブプラス動詞の過去分子形で過去から今も続いていることを表す現在完了形だと分かります to us to は矢印でしたね明日は私たちを私たちにという意味なので私たちに矢印が向かっていると考えます私たちにしたこと今も続いてしていることに気がついている認識していることをホープ 願うよ、願ってるよという意味になりますとってもかっこいいセリフですね彼の落ち着いた 力強い声が真夜中の空気に響き渡るという意味です。his calm 彼の落ち着いたという意味ですが his 彼のという所有格 calm 落ち着いたという意味の形容詞感情の安定を示します powerful Power 力強いという意味の形容詞声の強さ影響力を表して voice 声という意味の名詞ですねこんな風に形容詞を重ねて自由に表現できるんですね。エコースエコーする響く響き渡るという意味の動詞エコーに S がついたものです今回主語が長いんですが His voice calm, powerful voice. 彼の落ち着いた力強い声を単数の主語として捉えて動詞に S がつくルールが適用されていますジョセフの声が響いてるんですね Through the meeting. night air through the midnight air through はこのイラストのイメージです通り抜けるような何かを通しているようなその空間のイメージになります the midnight air お互いの共通認識のあるミッドナイト真夜中深夜の air 空気を通り抜けて声が響いてるんですね His calm powerful voice echoes through the midnight air はいお疲れ様でした23話最後まで来ましたねもうワクワクが止まらないとっても面白いストーリーになっています解説でわからないところは遠慮なく質問してくださいねそのために私はいます I'm here ですまた続きを作っていきますので楽しみにしててくださいねではまた失礼します